キチャンネルジョッ。こんにちは。さあ年始、ですけども、はい、今日やる企画はですね、2022年、うん、各球団で起こった、はい、トップニュースまとめっていうね、ところを、まあ、年始ですけども、はい、まあ、1年間経ってね、はい、12球団で何が起きたかっていうね、トップニュースを、はい、まとめていこうっていうところで、うん、じゃあまずね、パリーグから、はい、ね、今日はもうセリーグ12球団一気にやりますから、はい、じゃあ各球団のトップニュースを、はい、そう考えようという、はい、首位のオリックスから、うん、オリックスの2022年のやっぱ一番トップニュースはこちらです、はい、3日転嫁です。おー、あー、いやでもまあ一番のビッグって言ったら、まあ日本一になったってことだと思うんですけど、それを3日転嫁って言うんですか？1年間で3日しか首位になってないんで。あー、そっか。普通ね、3日転嫁っていうとちょっとネガティブワードなんですけど、はい、3日しか1位になってないんだから、うん、開幕戦、はい、であと中中、うん、で最後っていう。で開幕戦はね、単独じゃないんでね。そうですよね、はい、同率首位がそうっていうのがあって、でも1位にいた回数が1年間で一番多いのはホークスなんですよ。そりゃそうですね、100何日、うん、いたんですけれども、はい、なんとオリックスは3日転嫁です。そうですね、最後までずっとなんかこうね、はい、もうで2年連続マジックがつかないで、あ、そうですね、リーグ優勝でもすごくない？すごい、絶対的な力強さないのに、うん、まあ怒られるけどね、はい、でも仕方ないですよ、3日しかないんだから、うん、なんと日本ハムは0日です、はい、1位に立ったの。でも今年は、うん、日本ハムと楽天だけがオープニングゲームだから、そうなん、木曜日だから、だから勝ったら首位。あ、そうだ、うん、勝ったら単独首位だ。勝ったら単独首位そうだそうだ、でも負けたら単独最下位そうですね、まあ、確かにあ、面白い。でもオリックスはまあ3日転嫁だね、やっぱ1年間通して、うん、まあ、最後山本が負けなかったっていうところもあるし、まあ、頓宮のね、楽天戦でのホームランとか、うん、福田のサヨナラセーフティーだったりとか、はい、終盤負けなかったところは大きかったね、うん、あと吉田選手の存在もやっぱ大きかったですね。大きかった、うん、あとはまあ中島イリュージョンで、うん、山崎総一郎で、はい、宇田川、うん、ワゲスパックをリリーフに置いて、うん、で比嘉、阿部っていうね、もともと選手の協力体制のもと、うん、平野までつなげるっていう、はい、やっぱりリリーフ陣が良くなったことがね、うん、まあ、終盤追い上げたらって、だって途中 10.5 ゲーム差とかあったからね。そうですね、うん、そっからだから、交流戦終わった頃まだ5位とかでしたからね。そう交流戦盛り返さなきゃ終わりやろうって言ったとあんまり盛り返せなかったんだよね、うん、はい、でもこれね、オリックスやっぱ3日転嫁ですね。すごいですね、うん、で続いてソフトバンク、はい、またも怪我人続出です。お、いやなんかあれじゃないですか、これ上位なのにちょっとネガティブニュースすぎません？そう、俺が気になったニュースだから。あ、そういうことですか、うん、そっか、世の中のじゃなくて佐藤さんが気になったトップニュースってことですもんね。世の中なんて知らないよだからコメント欄でね、はい、各ファンの人だったらね、あ、そうこんなニュースありますよ、トップニュースね、私が思うトップニュースをね、はい、書いてくれればね、うん、でもソフトバンクは今年も怪我人続出っていうところでね、はい、まあ栗原はね、衝突で怪我な、うん、仕方ないですけどね、はい、あと上林だったりとか、うん、まあ、本当に怪我人続出で、はい、大体優勝した時って最後秋口に全員集合で帰ってくるんだけども、うん、全員集合できなかったところが最後1個上回れなかったところだね。まあ、そのあと一歩でしたからね。だって戦力で言うと、うん、もう12球団トップクラスよ。いや、そりゃそうですよ。でもその戦力で1年間戦ったこと1回もないんだよ、うん、だってもう途中なんて筑後ホークスだったわけですから。そう、うん、まあ、コロナもね、はい、あったりしてね、うん、今年近藤取って、オスナ取って、ガンケル取って、はい、あと外国人も取って、うん、出て集まるけど、うん、まだいなくなるんでしょ。いつももうね、本当いなくなっても強いのがすごいんですよ、やっぱ。そう、うん、だってそりゃそうだよ。だって今年、はい、柳町、上林、うん、試合出れないからね。あ、そうかもしれないですね。だって近藤、牧原、柳田だから。あー、確かに。で、シュートも出れないよ。下手したら野村勇美も出れない、うん、あんなに頑張ったのに、うん、全員補欠、うん、なんかちょっと気の毒ですよねそれは怪我人出てもそいつは出るからね、はい、それはすごいよね。そうですね、うん、っていうところの層の厚さはあるけどね、はい、で続いて3位西武、まさかのチーム防御率1位でチーム打率最下位いや、これまさかでしょ。いや、本当ですね。今まで山賊打線って言ってて、うん、ピッチャーが良くなれば勝てるって言ってて、うん、ピッチャー良くなったら全く打てへんっていう、はい、正反対になっちゃうっていう、うん、でも3位ね、うん、滑り込んで。いや、そうです。山川も途中またね、ハム痛めてね、うん、欠場10試合ちょっと欠場したけど、うん、あれしなかったら50本いけてたね、50本100打点は。であとはやっぱりね、山川におんぶり抱っこっていうところがダメだね、うん、結局山川打てば勝てるけど打てなきゃ負けるみたいなね、うん、ところで。でもホークスにとったらね、はい、藤井からホームラン打って夢を砕いたみたいなね、うん、はい、ところのホームランはあったけども、うん、でも投手陣すごいけどさ、問題山積みだね。だってよ、うん、
あのシーズン終わって、はい、平が先発やらせてくれって言って、はい、で今度は高橋コーナーが、今年ポスティングやっちって、はい、そうですね、で山川が FA 取って、うん、ホークス行くぞみたいな、うん、下手したらね、はい、とか、うん、問題山積みだね。だから今年も山川に依存しないで周りを固めれればいいけども、まあ、森もいなくなって打線が落ちるところでね、どう山川の周りを固めれるかどうか、まあ、外国人も含めて勝負だね。でもこの防御率1はね、やっぱ何回も言うけど小勝家、牧野、この森中ね、離脱した時にあの3人が頑張ったことでピッチャー陣が結構ドスンと落ち着いてこれたから、はい、あの3人の選手たちのおかげでもあるよね、うん、防御率1位は、ね、そうですね、うん、でも結構ルーキーも即戦力ね、蛭間選手だったりとか、うん、そう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 、あとあれじゃないですか、うん、青山選手が里崎選手ちゃんと、そうそうそう、ね、そうそうそう、新入団書いてあの言っていいかどうか分かりませんけど言っていいよ言っていい、佐々木チャンネルはそんなあの金庫ワードじゃないかっていや青山活躍するね、いやそうっすよ、うん、ドラフトの時から注目してましたからね、そう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 、完全に、うん、で俺のやつ見てんでしょ、今日も見てんじゃん、青山頑張れ、見てるってアピールしてくれるとめちゃくちゃ応援するっていうスタイル、そう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 、その代わり解説は忖度しないからちゃんとやんないとボロカス言われる平君もね、平も石垣島出身で子供の頃キャッチャーやってたからキャンプの時に俺を探して見回ってたらしくて、へえ、ロッテに行くかと思ってたら、はい、ロッテにドラフトされなくて、はい、あの西武に入ったって言って、ロッテ行くもんやと思ってたって言って、何やってんのって言って、でもまあ西武で大活躍ですからね、いやロッテ来てても大活躍だよあれはまあまあそうですね、あのポテンシャルはそうですねそれも西武のトップニュースだね、そうっすよ、嬉しいっすね、うん、ね、うん、そうそうそう、次楽天、楽天のトップニュースはギッテンスという名のカスティーヨです、え、それがトップニュースですかいやそれじゃないです、はい、それもちょっと気になったでしょ、いやそれは開幕で結構びっくりしましたよ、うん、やっぱり、うんうん、楽天のトップニュースは、はい、貯金18からまさかの借金に怒涛の B クラス、これです、はい、どうしたんやっていう2年連続で、そうですね、あれは最低でも A クラスだよね、はい、なんと楽天金曜日で19連敗してるんですよ、だから相手のエースに全部負けてるんだよね、はい、シーズンの金曜日で2勝20敗なんで、うん、もう金曜日分でその借金バーって作ってるんですよ、うん、まま金曜日です楽天は、だからもう金曜日にもう岸とかマー君とか全部当ててね、うん、毎週でも結構入れ替えてった気がするんですけどね、勝てなかったんですよね、うん、いやだからずーっと投げさすんだよ、ずーっともその人を固定、そうそう、岸かマー君をずーっと投げさせたら、うん、岸とマー君が17連敗しないでしょ、あそうですね、うん、確かにずっと滝中投手とか、うん、藤井投手とかそういうところも入ってたので、うんうん、だからそこら辺は戦略ミスかも分かんないよね、でも阿部も来るしね、もう今年頑張んないと多分もう結構暗黒時代行くんちゃう、と高年齢化がね、うん、ちょっと激しいんでね、続いてロッテ、はい、佐々木朗希完全試合、まあそれはもうそうですよ、4月10日、うん、ね、早い、はい、忘れもしない横須賀で佐々木ライブのあの、あそうだそうだ、イベントをやった帰りのタクシーの中で、はい、やるんちゃうって言いながらな、そうそうそう、帰ってきてたんだよな、であとあと2アウトですよとか言いながら見てたんですよね、うん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 、そう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 、うん、これはやっぱすごいね、何十年ぶりって言われてた、そうそうそう、牧原さんね、はい、以来の、まあ、そういったところではね、今年もね、うん、どういう活躍するかは期待したよね、佐々木朗希、これ4月の序盤じゃないですか、そうそうそう、他になんかこう気になったことないんですか、全くないそうじゃないですか、ないね、マーティン・レアード全く打たず俺の期待を裏切るみたいなまあそうですね、まあ、重要な2人でしたからね、うん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 、次に日本ハム、はい、キツネダンスです、おいやでもあれじゃない、なんかプレーじゃ選手じゃなくないですか、トップニュースだ、球団として紅白も出てるんで、そうですね、うん、キツネダンスで、これはもうだってトップニュースでしょ、そうですね、逆に言うとだからダメなんだけどね、キツネダンス、じゃあ箱間さん踊ってください、テッテッテレレッテッテッテレレッテッテッテレレッテ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 、あまあビッグでしたね、でもプロ野球ニュースでも山本さん言ってたもん、去年は全部準備段階だから、うん、今年評価は下るんです、だって勝ちに行ってなくて全員使ってトライアウトやから評価するとこないんだよ、だから今年それが満塁でエンドランとかダブルスチール連発とか、勝たなくてもいいんだったら何でもできんねん、うん、だって失敗してもリスクないじゃん、でもこれが勝ちに行く中で去年と同じような策を取れんのかどうかが楽しみだね、うん、そうですね、そういろんな面白いことね、いろんなこう画期的なことやってたけど、うん、作戦っていうのは結果に結びつけるための作戦だから、うん、それをどう結びつけていくのか結びつくのか楽しみだね、うん、そうですね、うん、勝ちに行く新庄監督がどういう野球をするのか、するか楽しみだね、はい、でもやっぱ一番トップニュースは、うん、それはキツネダンスやろま
番確かにフィーバーしましたね、うん、かなり大フィーバーじゃん、はいね、うん、だそういったところではね、キツネが北海道だからよかったね。そうですね、うん、ルールルルルルルって言ってね、ルールルルルルって呼ぶんだよ。ルールルルって鳴くんですか。鳴くんですか。ルールルルルルって分かんない、分かんないです。徹子の部屋のオープニングから私も思った。違うルールル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 って呼ぶ。呼ぶ狐の読み方ですか。うん、へえって言ったら狐が来るんですか。うん、私狐めっちゃ見たことありますけど、ルールルルなんて言わなくても飛びかかってきますよ。いやルールルルルルって知ってるよな。あそうだよ。へえ、はい、これパリーグだね。はい、続いてセリーグ、ヤクルト、うん、やっぱ村神様よ。まあもうこれしかないですよ。流行語大賞も取ってるしね、うん、3億円と家もらって、はい、で三冠王やろ、うん、令和ね、うん、初の、はい、これはもう言うことなしだね、うん、1回なんかね倦怠感あって休んだけどね、うん、まああれコロナでもなくてよかったけども、はい、全試合出てたけどね、うん、体力的にはね、はい、そういった面ではこうあのキャンプコロナになって出遅れてるからね。あだからあれが良かったんじゃないですか。他にコロナがいっぱい出た時に。そうだね、だからちょっと前半ちょっとなかなかホームラン出なかったじゃん。だからそこら辺は調整で遅れがあったと思うけども、まあ、なんとかね最終打席で打ってね、はい、こう三冠王はさすがだね、はい、日本人記録を塗り替えて、うん、これはやっぱトップニュースだね。そうですね、うんうん、で続いて DeNA、はい、ホーム17連勝から8月26日勝負のヤクルト戦、うん、まさかの3連敗でジエンド、うんでしたね。8月18勝6敗、はい、18勝6敗よ、うん、その6敗のうちの3敗、はい、ヤクルトにしてて、うわあれヤクルトに逆に3立てしてたら優勝あったかもしれない。そう、あそこが本当にもう勝負分けた ね、うん、でその前の阪神にも負けてるから、そこ4連敗してるからね、うん、8月末で6回しか負けてないのに4連敗してるんだよ、はい、あそこ行ってたら勝ってたのにね。そうですね。でも DeNA が今年はセリーグを面白くしてくれたって思ってます。そうなの。だってもう途中までヤクルトがもうそうヤクルトがねコロナでねいっぱい人いなくなってね、うん、でそこで怒涛の連敗して、はい、で DeNA が連勝して上がっていったんだけどね。そうまだ分かんないぞと思わせてくれたので。そうそうそう、だって7月末でマジック出た時、うん、このまま優勝やるなと思った時にね、うん、DeNA が頑張ったからね、はい、まあそれはもちろんプロ野球界盛り上げたね。盛り上げてくれたと思います。で続いて3位阪神、はい、矢野監督辞任発表からまさかの開幕9連敗、うん、もう話題を重なったね、はい、この開幕前半の、うん、あんなこと言うからやみたいなね、はい、別に言ってもそんな関係ないよって俺は思うけど、うん、でもこれがなかったらなもうちょっと言ってたかもわかんないね。優勝しましたね。いやそうです、優勝もありましたよね、うん、でも終盤大山が打てば勝てるけどコロナとかでいなくなったら負けるっていうね。であと青柳がねそういなかったんですね最初いなくてね、うん、で途中から来てでも青柳多分9月1勝もしてないからね。そう最後全然勝てなくなりましたね。そう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 、うん、だからなんかちょっと大波小波大きかったねこのなんかこの波がね、はい、うん、でも9連敗した時はもう本当に最下位だと思いましたから思ったね。よく登っていきましたよね、うん、そうだね、うん、まあ、そういったところでしかも A クラスだねこれね。はい、そうですよ、うん、これはもうよく踏ん張ったね、はい、まあ、来年岡田さん監督になってね、うん、多分あれを手にするじゃん、はい、あれをあれをね、うん、うん、で巨人、うん、坂本次第で乱高下です。だって坂本がいたら勝って、うん、はい、いなくなったら負けて、うん、で帰ってきたらまた1試合4安打とか打って、うん、なんかこのでまたあと坂本と坂本じゃない選手の差が激しすぎたね、はい、穴埋めきれず坂本いた上がって坂本いなかった押してみたいな、うん、はきつかったね。そうですね、うん、でもまあそれだけやっぱりチームにとって欠かせない存在なんだなっていうのは分かりますよね。そうだね、だからまあね今年はメンタル充実させて、はい、ね、しっかり頑張れればね、うん、やっぱ丸、坂本、岡本でね、うん、いけると思うんで、はい、まあ、そこら辺はね、やっぱ存在感が大きかったなっていうね、うんうん、ところはあるっすね、うん、坂本はね。でもやっぱり次に出てくる選手っていうのもやっぱ確立していかないと今後に向けてはあれですよね。でも出てこないよ、だって賞取ってないからね。あーもう坂本選手がいるからっていうところで、うん、そうそうそう、うん、だから河合さんから仁岡来て、うん、で坂本とうまい来たけども、うん、その次取ってないからね、はい、仁岡もドラフト2位だし坂本ドラフト1位でしょ、うん、だからそれやっぱ上位でショートぐらい取っていかないといけないから、うん、ちょっと差が激しすぎるね。そうですね。だから今年も坂本次第でジャイアンツの順位は多分大きく変わると思う、うん、それぐらい、うん、トピックス的には、はい、まあ、いろんなトピックスあったけども、うん、坂本のトピックスは大きかったね。そうですね、うんうん、続いてカープ、はい、トピックスね、うん、話題がないことが最大の問題、はい、そんな話題ないですか。いやあったなんかあんま思いつかないですね、うん、
ちょっとあの週刊誌ネタが大きすぎて、ね、そっちはねちょっとパッと思いつくけど言えないから、うん、あと C って言ったら秋山に言うたんだよ、うん、あそうですね、うん、そのまさかのね、うん、ライオンズ変えるのかと思ったら、うん、まさかのカープってね、うん、えカープも秋山取りしてんの、いや行かないでしょ、えカープみたいなね、うん、言ってね、ね、でまあやっぱりねあれは秋山難しいよ、まあ、アメリカから帰ってきてね、うん、いろんな環境とか試合感とか全部あるからね、体調も崩したりなんかして、はい、だから今年はやってくれると思う、もうしっかりキャンプからやって準備だってできるからね、うん、そういった意味では今年の秋山は期待できるし、はい、なんて言っても俺新春の順位予想で、はい、カープ A クラスに入れてるから、あそうだ、うん、期待してんだよ、台風の目になるって言ってましたもんね、そう、うん、話題がないってことは、うん、ネガティブ話題もない、ね、確かにそうですね、そうだから悪い話じゃないのよ、うん、確かにねそれは大瀬良とか栗がちょっと勝てなかったっていうところはあるけども、うんはい、そんなね交流戦負けちゃったとかあるけども、うん、でそんなねびっくりするようなネガティブトピックスはないわけ、はい、なんか大きなこういう、あそう、うん、だからうまくハマったらあるの、はい、今年爆発力、そうですね、うん、はい、で続いて中日、はい、主力大量トレードえもうストーブリーグの話ですか中日は、いやちょっとトピックスでかかったやろそうです大きかったですねやっぱあの阿部兄弟のトレードは、うん、だからそれで今年どうなるかだね、うん、新戦力を含めて外国人もね、はい、来てどうなるかだね、はい、いろんな問題あったよカープは、はい、中村ロイさん2軍2度とかね中日ね、はい、春さん怒鳴ってネット炎上とかね、うん、はいやってちゃうやんてそうですねプレーとかじゃないですね、うん、木下どやされて2軍で修行とかね、はい、強打強制相関とかね、はい、でもね楽しみなチームじゃないですか、だからどうなるのかっていう、そうそのね新しいねその選手たちがね、うん、どこまで頑張れるかっていうところは、はい、面白い存在になってくる、ね、いやめちゃめちゃ楽しみです、そうだね、うん、ということで、はいね、これがまあ1年間のトピックスかな、あと何かあったら教えてほしいね、そうですねこういうことありましたよ、そう、ね、コメントなんでね、うん、2023年はどんなトピックスが、あちょっと予想する、予想しようか、え予言、1チームずつ1チームずつ予想するんですか、うん、今年のトピックスみんなでしようよ、じゃあ思いついた人から、はい、挙手制で球団ずつですか、うん、じゃあオリックスから、はい、はい、できました、オリックスの2023年トップニュース、山本由伸ポスティングで過去最高額の契約、あーありそう、ありそうですね、ね、うん、オリックス2023年、うん、森友哉と杉本ラオウがホームランを競い村上に追随、1位ちゃうんか弱い予言やないやだってやっぱちょっと村上選手が強い、いやそれを1位って予言できないんでしょ、うん、はい、いやまあ、それはちょっとまあそういう予言ね、はい、だいぶ弱いね、あるの、あるの、ありますよ、僕は山下俊平太投手が9回までノーヒットノーランします、うえぇ、あビッグな予言だ、はい、でもできないんでしょ、できないです、うん、これがやっぱりオリックスなんですよ、京セラの、どこまで行くんですよ、京セラの呪いね、そういうことです、向野投手も惜しかったしね、惜しかったんですよ、うん、じゃあ次、はい、ソフトバンク、はい、はい、2023年のソフトバンクは今年は怪我人が一人も出ずダントツの日本一です、はい、はい、2022年に続き開幕だけ頑張る助っ人が現れるあちょっと面白いそれ面白いね、面白い、はい、はい、はい、まさかの先発2桁勝利0人で、しかし新規加入の選手が大活躍、9月でリーグ優勝を決める、ああ新規の選手誰ですか、で近藤オスナとか、ああそういうことか、うん、新外国人、はい、はい、はい、タイラ投手が先発転向により忙しすぎてゲーム配信をやめるいやいや忙しくないと思うね、いや先発の方がちょっとゆっくりできるかもしれない、専念したい、うん、はい、はい、タイラ投手先発転向でチーム勝ち頭13勝、はい、おお。鈴木翔平じゃないね、え、なんで分かったんですかいや、分かんない、え、なんで分かったんですか、いや、それはサトタルダムスだから言うこと予言できるから、はい、あの、応援の意味で、うん、今年は我が後輩鈴木翔平がセンターでレギュラーをつかみ1番定着最短だ、うん、まあまあ可能性はね全員なるからね、何個はないですか、全員ね、分かんないです、次楽天、はい、じゃあ、はい、はい、今年は去年とは逆で
前半戦借金、後半戦貯金20作って優勝します。でも、意義あるんですよ。はい、ソフトバンク優勝するじゃないですか。2つ優勝できる。できないのか。うん、できるできる。どっちやるの。だって両方当たることなんてないんだから。そうそう、どっちだ当たる。全部当てに行かないとね。じゃあ両全部、俺全部当てるから。はい、じゃあ、はい、はい、中日から移籍した阿部選手、うん、勢い取り戻し、地元で大活躍、セカンドでベストナイン。おお、いきそうやね。はい、はい、はい、キャッチャーの安田選手が2桁ホームラン。おお、まあ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 、あ、じゃあもう太田選手じゃなくて炭谷選手でもなく、はい、安田選手が出てくると、うん、まあ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 代打とかでもね、ホームラン10本出るし、ね、しい全部合わせて、ね、はい、じゃ続いてロッテ、はい、はい、佐々木朗希2年連続完全試合からのノーヒットノーラン達成。うん、はい、ちょっとそれもう誰でも予想できたな。私もちょっと言おうと思っちゃったもんそれ。そうだから、はい、だからそんなのなあ、後付けやんな、はい、そのさっきはって言わなきゃ。他なんかトピック何がありますか。いやいや、楽天しか興味ないんかって。いや違います、他言ってるじゃないですか。佐々木朗希投手と取られちゃったかんだ。はい、はい、はい、これは本番当てに行きますよ、はい、ロッテ平沢大河シーズン中トレード。あり得るな。あり得るでしょ。あり得るわ。あ、まあ、当てに来たな。いや、俺ら何も言ってないからね、うん、私なんかこいつが勝手に言ってたからね。そうですね、ショート多い。分かった、ドラフト1位菊池凜久投手、守護神に定着、セーブを取ります。おお、あるかもしれないですよ。それいいね、守護神って言ったとこがいいね、はい、10勝とかじゃなくて守護神になりそうな気がするね。いいね、いいね、いいね、はい、日本ハム、日本ハム、はい、はい、日本ハム、去年はキツネダンスが流行しましたが、今年は白クマダンスが流行します。どういうやつやってどういうやつ、どういうやつ、どういうやつ、どうどう、ちなみに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 、どういうやつ、クマ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 、え、一緒やん、こうかこうの違いやん、こうかこうの違いやん、クマ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 、しかも、白クマ北海道にいないからね。あれ、いないですか。うん、キノアグマとかでしょ、ヒグマとか。え、じゃあ白クマどこにいるんですか。それは南極です。そうですか。じゃあ白クマダンスなし。いや、もう採用されてるから、そういう、うん、言ったからね。はい、じゃあ、はい、はい、僕は、はい、上川畑選手が、最多安打を取ります。おお、あるある、はい。言ったやん、2個とかないから、ね、そのさっきのクマのやつをなかったことにしようとかもうダメだよ。はい、はい、エスコンフィールド、まだインフラ整備整ってなく大渋滞。はい、なくはないですね。それあるかもしれないですね。じゃあ、いや、野球のことにしようよ。そうですね。野球のこと。確かに。はい、はい、清宮覚醒ホームラン30発。おお、あんまでもリアルな感じですね、うんうん、セ・リーグ、ヤクルト。はい、ヤクルトか、ヤクルトか。おい、はい、高橋奎二最多勝獲得。おお、はい、おお、はい、はい、奥川投手最多勝獲得。投げれるの。あれ、まだダメですか。はい、はい、新人の吉村投手最多勝獲得。おお、ある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 。続いて DeNA、 はい、マジでしょ。あら、ヤハマさん、はい、今永投手2年連続ノーヒットノーラン達成します。はい、あるある、はい、はい、シーズン中筒香 DeNA 復帰。おー、あー、なくないですね、予言だから。はい、おー、はい、はい、中日から移籍した京田選手が金髪になりデスターシャンをする。デスター社、デスター社知ってんの。デスター社、なんかです。ちなみにさ、デスター社をのフリー、あのデスター社っていう言うのよ、掛け声的には、はい、それで袴田さん的なフリーちょっとやってもらっていい、はい、正解は多分これだと思う。デスター社って言うの。デスター社、デスター社って言って何するんですか。なんかの振り付けをする、なんかするの。デスター社はこれでしょって。デスター社って去年やってたんですか。やってた、やってた。もうあのほぼ99%の人が知ってる。キツネダンスぐらい知ってる。
え、やばい、これ知らない、私やばいじゃん。じゃあだからやってみて、当たるかもしれないじゃん。デスターとかで、それっぽいの、デスターシャーっていう、上半身だけでいいから。はい、デスターシャーいいね、いいね、いいっすね。やってよ、今度ほな、ね、カメラに向かって。いいっすね、うん、いいね。それ、あ、それがよげ、今年それをやるってやつデスターシャーで、それえ、まあでも相談やってました、デスターシャーで。デスターシャーってやってたじゃん。これか、はい、これデスターシャーって言うんですか、はい、金髪デスターシャー。いやいや、デスターシャーってやって、誰かやってほしいですね。リネーの選手見てる人いるやろ。マキが打ちました、マキはデスターシャーだけど、はい、桑原隣でデスターシャーやってくれ。山崎康明選手が見とんちゃうんですか。やってほしいよな。いや、もうこの私の今これをデスターシャっていう、知らなかったっていう、もうこの恥ずかしさを皆さんこれでやってください。デスターシャ。次阪神。はい、はい、はい。青柳投手、去年は雨柳さんと言われてましたが、今年は青柳投手が投げる日、一度も雨が降りません。気象予報、気象予報。、はい、じゃあ、はいはい、思い通りにいかず、岡田監督激怒連発。はい、岡田監督の、試合後の、取材で、岡田監督が何を言っているかわからなすぎて記者が激怒する。全然かぶってないじゃん。激怒しねえよ、記者は。もう、ね、絶対ほら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 って言いすぎてわからなかった。次じゃん、キャディキャディキャディ。わー、はい、難しいな。オコエルイ、まさかの巨人で覚醒。おお、あるあるある。はい、はい、今年絶対優勝するぞという願掛けで、原監督グータッチをやめる。で、なんで何も言ってくれないんですか。おぎりじゃないよこれ。はい、はい、新人の浅野くんが一軍デビューし、ヒット10本打ちます。10本結構多いよね。うん、多いですね、かなりかなり頑張ります。はい、次カープ。はい、はい、まさかの涙の新井監督胴上げ。おー、いいですね。はい、はい、秋山翔吾大活躍、首位打者取ります。まあね、両リーグ首位打者ね。はい、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 マクブルーム覚醒。だけかリアルなやつくれよ、リアルなやつ。覚醒で前半戦でぶっちぎり首位。でもあれ予想だいぶ下でしたよね。タイムの名って言ってますからね。で、続いて中日。はい、はい、2022年ストーブリーグでトレードのことをやんややんや言われたが、1年経ってあのトレードは大正解だったと大賞賛。なるほど、1年経ってみたいと分かんない、ね、分かんないからね、うん、そうですね。はい、はい、2022年は生活面などなど厳しい部分が多かったが、2023年は選手がバレずに髪を染め出す。バレるやろ。バレますね。そうですね、はい、あのヒゲとかね、毛染め禁止ですからね、はい、よし、はい、我が後輩村松海斗、セカンドでレギュラー定着、ベストナインに選ばれます。マキとかいるのに。はい、へ、ちょっとあのマキ選手のハードルは高いけど、なんか山田もいるよ、はい、菊池もいますよね、そこをなんとやあの破って、あれこれあれだからね、はい、1年後答え合わせするからね。え、やめてくださいよ、だってネタで言ってるのあるんだから。いっぱい、え、何ネタって、白クマダンス。いやいや、真剣にやってるからこっちは。え、本当ですか。うん、だって俺多分実現不可能なこと言ってないよ、一個も。じゃあですね、うん、え、私原監督グータッチやめるとか言っちゃったよ。だから継承するよ、だから僕バレずに髪染めるとか言ったんですよ、うん、だからこれはもうか、これも今証拠あるから、はい、1年後誰の予言が一番当たってるか分かんないよ。白熊ダンス下手したら来るかも分かんないからね。これを見てて、あ、いいかもと思って。あ、本当ですか。うん、白熊ダンス、クマ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 ガオガオクマクマガオガオって。あの日本もそれやって滑ったらめっちゃ恥ずかしいですよね。滑んないよ、大丈夫だよ。だってキツネダンスでも滑るかどうかはそんな滑らない保証なかったじゃん。そうですね、うん、ポンポコってやってんだよ、滑らないじゃん。あれ幼稚園とか大阪みんなやってるらしいよ。そうなんですか。ポンポコダンス、へー、タヌキ。じゃあ最後、じゃあ里崎チャンネルの動物ダンス今やって。
さとざきチャンネルの動物ダンスなんですか、まあ、2023年、さとざきチャンネルの動物ダンス、多分これが流行るっていう、やってやって、うさぎですね、あ、じゃあうさぎ、はい、じゃあうさぎ、はい、じゃあうさぎ、流行ったらさとざきチャンネルのエンディングで、はい、私の踊ってる動画使ってください、はい、じゃあこの動画が20万再生したら全員でうさぎダンスを踊ってそれをエンディングに入れますよし、はい、うさぎダンスペラ待って笑っちゃダメだうさぎダンス始まるよ、ぴょん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 、またねこれ佐藤さんもやるんですからね20万再生したらね